FM TV。 こんにちは、今日はどこにいるかというと、東京都稲城市、今目の前に、これは三沢川っていう川が流れてまして、でね、今、京王相模原線の、稲城という駅で降りて歩いてきたんですが、ちょっとね、前から気になっているこのね、三沢川っていう川に前から気になっている物件があるので、ちょっとそれを今日は見に来ました。今からね、この上流にちょっと多分5、600メートル歩いて行ったところにあるので行ってみます。こういうなんか太い暗渠が合流しているのも、なんかこれはこれでワクワクしますね。じゃあちょっと上流に歩いて行ってみます。で、三沢川はまあいわゆるこう都市河川というか、こういうコンクリートで固められている川なんですけど、まあこの辺丘陵地帯、稲城とか川崎市とかその辺の間ぐらいの丘陵地帯になっていて、そのまあ底を流れている川ですね。この辺の丘陵に降った雨水を集めて流れている川。稲城の駅からまだ10分も歩かないぐらいなんですが、すごいこんな丘陵地帯の谷底のなんだすごいのどかな光景の場所になりましたね。これまだね、ここ東京都なんだよね。東京にもこんな場所があるんですね。うわ、あれめっちゃでかい鯉が、めっちゃでかい鯉が泳いでる、あれ。すごいでかいな、あれは。この辺の主かな、あれ。でこの辺はまあ周りはコンクリートで固まっているんですが、周り川底のね、両サイドにはなんかちょっと結構土が溜まってて、結構草も生えていて、下の方はなんか自然っぽい感じ、自然の流れっぽく見えるような感じになってますね。あと上の方になんか、なんだろう、あれ砂防ダムじゃないけど、なんていうか床固め港みたいなものが見えます。あ、違う、これわざとか。なんかあの最初見た時、こう川の両側に土が溜まって、こういうコンクリート張りの川なんだけど、そこの方にこう土が溜まってこういう流れになってるのかと思ったけど、よく見たらあれ土じゃなくてコンクリートか何かで作られた自然風護岸なのか、ちょっとなんというか全然わかんないですけど、わざと作られてるものっぽいな。なるほどね、こういう整備の仕方もあるんですね。いや、いいね、やっぱりこういう構造物いいですね。多分ここはなんだろう、少し傾斜が、川の傾斜が急で、こう底が掘れないようにこういう段差を作って固めてるんだと思うんですけど、いやー、最近もうなんか全然こうダムとかに取材に行けてないので、街中のこういう構造物でもなんかもうめちゃめちゃ癒されるね。あ、あの上流の方にももう一個あるね。いいね。なんかね、こういうの多分あまりね、せっかくの川をコンクリートで固めてみたいに思う人も多分いっぱいいると思うんですけど、まあ僕なんかはね、あの生まれ育った時からこう家の近くの川がこういうね、コンクリート三面張りの川だったりしたので、なんかこうもう最初からなんか、もちろんあの自然のせせらぎも美しいと思うんですけど、
こういうのもね、なんか好きなんですよね、すごく。あそこにもすごいでかい鯉がいる。これでかい。何食べてんだろうな、いう人たち。なんか欄干にネクタイが結んである。稲城駅からどのぐらいだろう、10分ちょっとかな、多分。歩いてきました。川はまあこんな感じ。あ、ここもなんか面白い。底固め工が作ってあるね。でね、なんか先の方に、ちょっとね、なんか不思議な構造が見えるんですよね。ちょっとあそこに行ってみたいと思います。パイプがね、青いパイプがね、上から下までね、この砂岩側に伸びてるんですよ、何本も。でさ、そのパイプの向こう側にさ、なんか穴が開いてて、なんかこう水路みたいなものがついてるんですよね。これがね、ちょっと前から気になってて、ほら、これさ、川の水かさが増えたらこっちの穴の方に水が流れるよね。で、ここに来たのは初めてなんですが、こっちに何があるかというと、うわっ、おー、うわ、かっこいい。うわ。水路？トンネル？水路トンネルが。これ完全に、あれだよね、トンネルだよね、この中。この向こう山なので、これ三沢川分水路って書いてある。今はほとんど水は流れてないけど、つまりこれは三沢川が大雨で水かさが増した時に、このなんて言うんだろう、下流がこうね、溢れちゃうかもしれないので、下流が溢れそうになった余分な分が全部こっちに流れてきて、で、このトンネルに入っていくと。いうことですね、これは。すごいね、こんな、だって山、この向こう山だしさ、どこ行くんだろう、これ。ちなみに三沢川は、下流何キロか行ったところで多摩川に合流するんですが、いや、かっこいい町、こんなさ、普通の町中に、こんなすごいものが、普通のお家の真下にね、こんな、トンネルの水路があるって、すごいな、これ。上流はまあこんな感じ。まあずっと同じぐらいの川幅で来てますが、というのはね、この辺、こっち側かな？あの山の、この辺ね、丘陵地帯なんですけど、この丘陵の、この山の上の方が、ニュータウンで開発されたんですよね。昭和50年代頭とか、そのぐらいに。で、今まではこの山の上に木がいっぱい森みたいになっていたのが、ニュータウンで開発されて、こう家が建ったり道路ができたり、こう今までその森の中に染み込んでいた雨が、染み込んで少しずつ流れ出していた雨が、こうまあコンクリートとかアスファルトで舗装されたりして、一気にこう大雨が降ると一気にこの三沢川に流れ込むようになって、で、このままだとまあこの下流でね、洪水が起きやすくなってしまうということで、ニュータウンの
開発と同時に、この分水路も計画されて作られたということみたいです。でこれが昭和53年かなに完成した水路ということみたいです。いや街中にこんなかっこいい施設があるっていうのはすごいね。大雨の時もちょっと見てみたいけど、ちょっと怖い気もしますが、じゃあこの水路の出口の方に行けるか分かんないんですけど、一応出口の場所だけは分かるんで、そこにこれから行ってみます。南武線の南多摩という駅から10分ぐらい歩いて、多摩川の河川敷というか堤防に出ました。暑っ。この目の前にかかってる橋は JR の南武線と、それからあと武蔵野線の貨物線の橋ですね。多摩川、あとね、向こうのあの今この画面の中心あたりに確か東京競馬場、府中の競馬場があります。でここのここもね、来たの初めてなんですが、 500m 先行き止まり、通り抜けできません。ここも来るの初めてなんで、まあ行けるかどうかちょっとね、わかんないんだけど。お、あ、先の方になんか石が見えるね。あれは確か大丸用水かな、大丸用水石っていう、大丸用水っていうなんか農業用水がここ多摩川から取水されてるんですけど、それの取水堰。あそこまで行けるのかな。でこの今目の前にこの見えてきたこれですね。ちょっとね、昨日晴れてたんだけど、一昨日とかその前 2,3 日結構強い雨がずっと降ってたんで、多摩川もいつもよりちょっと水量多い気がします。これ、うわ、すごい、これですね、これすごいな。うわ、なんかすごい涼しい風が中から吹いてくる。うわ、結構気味悪いけど、なんか音もちょっとザーザーしてるし、ちょっとね、全然中は見えないんだけど、これがさっきの三沢川分水路の放水口、多摩川に出てくるところらしいです。うわ、結構不気味。ちょっとそれでさ、このゴミが多分入らないようにっていうフェンスがついてるんだけど、多分かなりの勢いで水が多分流れてくるから、フェンスもちょっとなんかちょっと口開けてるの、なんかこれなんかタバコ加えてるみたいだしね、ちょっと口開けてるみたいな感じで、ちょっと歪んでるのがね、また不気味で、すごいなこれ。こっちなんて、あ、この辺土砂溜まってんのはあれだね、もしかしたらあの去年の台風19号の令和元年台風19号の時に、あれほら上まで結構なんかゴミがものすごい溜まってるんで、多分これ完全にこのトンネルの上まで水来たね、これは。すげえな。これはすごい。多分その影響かな。多分この中にもきっと逆流して流れ込んだりして、土砂がすごい溜まったんじゃないかなという、まあ想像ですけど。でもね、実際あの時多摩川の割と堤防ギリまで水来たので、そういうことかな。なのでこの辺ちょっと今、土砂が結構溜まってますけど、というわけでこれが、三沢川分水路の出口
ということみたいです。目の前の多摩川、あ、結構水きれい。昔はね、多摩川もなんかこう30年40年前は生活排水とかが流れ込んで水すごい汚かった時期もあるらしいんですけど、まあ今はねだいぶ水質も改善して、見てる限りはかなり透明なすごい綺麗な水が流れてます。ちょっとじゃあ最後に、あの、行けるか分かんないけど、あの大丸用水の堰まで行ってみようかな。あ、ここのトンネルの出口の上にあるこのコンクリートの構造物に三沢川分水路って書いてある。もう貨物列車、わあ、ここめっちゃ水出てる。こっちもだけど、このなんかパイプみたいなところからもうガッバガバ出てますね。これはなんか、この標識を見ると、南多摩水再生センター排水機関と書いてあるんで、これあれだね、このこっち側に、下水処理場というか水再生センターがあって、きれいになってきた水をここから流してるんだね。こういうところもね、まあいつかもし許可が出たら取材してみたいなと思います。で、この目の前にある、背は低いけど幅がすごく広い堰は、大丸用水堰という、結構昔からある堰らしいです。ここもね、このだから、大丸用水堰なんで、この堰の上流からこっち側に向かって、用水路が、水が取水されて水路が伸びているそうなので、まあその辺もね、いつか取材をしてみたいなと思います。はい、というわけで、三沢川の分水路の入り口と出口を、レポートしましたが、いかがだったでしょうか。ちょっとね、まあコロナウイルスの影響で、あまりね、こうあちこち出かけられない状況が続いているので、まあちょっと割と近いところ、都内とかの割と近いところをまあ取材することもこれからまあ多分あると思いますけど、こういうね、なんかあの普通の街中の治水施設とか利水施設とか、そういうのもなかなかね、調べてみると結構面白かったりするので、ぜひ皆さんもね、自宅の近くのこういう施設を探してみてはいかがでしょうか。ではこの動画が良ければ、いいねボタンを押してください。それからチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。